Two, one, go. Hello. 今日はね、友達のフォトグラファーと一緒に双方をちょっと一緒に歩こうかなと思ってます。そしてちょっと面白そうな人を街で見かけたらちょっとインタビューしてみようかなと思ってます。 So, let's get started.面白い人がいるかな。今日はちょっとこの通りがなんか人通りが少ないっていう。こうやって立ててアウトドアスペースでも飲食ができるようにしてます。ね、こんな感じで
転禁止かな。Cannot film in the outside. Okay, thank you. ちょっと撮影は無理ってことでした。ってことはスプリームもダメだね。さっきスプリームであのなんかちょっとラインができてたから並んでもしね中で撮影できたら撮ろうかなと思ってたんだけど撮影禁止だね。怒られた。おう撮影しようモデルね仲間に入る。We gotta join. The shooting. They are gonna get angry. Maybe they are gonna say, get away from here. やっぱり双方はね、なんかモデルの、なんだろう、シューティングがあるの、撮影が多いの。どっち行きましょうか。 Which way? OK。今日金曜日なんだよ。金曜日なのにあの通りによっては全然人がいないっていうね。この静けさちょっとわかんないんだけど、まあ他の通りに行くと結構人がいるんだけど、この通りはちょっと比較的静かです。濃いよね、色がカラーがケイトスペードお店だけあるねえ、ほら犬とかまさにこうバッグが入ってるこの演出ね、いいよね。そう、傘っていう話題で思い出したんだけど、ニューヨークに住んでる人たちってなんか雨降っててもあんまり傘差さないんだよ。なんでだろう。でも誰にも質問したことがないからわからない。これあ、じゃあ熱帯に入れてしまうないからかわからない。Hey, do you use umbrella when you get rain? Yes. Oh. Okay. Hmm. But many New Yorker they don't use umbrella. Just like wear the hoodie, right? Hoodie and umbrella. Oh, other photo shoot. Oh.
ういうね、石畳のなんか双方が特にこういう石畳、まあ、パリみたいなね。でも一部だからね。自分で撮影じゃなくて、プロのフォトグラファーに撮ってもらってるから、あの以前みたいなブレとかはないでしょう。ファッションウィークで私のちょっとお世話になってるデザイナーの方もパリに行ってましてね、っていうこともあって、なんだろう、パリ行っちゃってんのかな。
ば結構人がいっぱいいると思う。急に人が増えてきました。街らしくなってきた。人がね、いっぱい歩いてるから、やっと。Question. What is this store? What's that place? What is this what? What is this place? I don't know. You mean Tokyo to Soho? Yeah, I've seen this. It's I think cheap clothes, like Uniqlo. Oh. Yeah, I guess okay. So. I never bought it, so I know the name. Okay. Yeah.Look, I've seen some people with bags that say Tokyo to Soho. Casual and affordable. So, ここのフェイスブックで、これを買いました。ここのね、ショップの店員さんがめっちゃいい人で、私はここでこのヌプシのジャケットめっちゃ高いんだけど、多分絶対フィルムこんなダメだよね。ノーフィルムね。このテレビ小さいよ。ダメですね。もちろんダメって言われました。撮影。オフコースな。楽しい。How long have you been taking? Almost 20 minutes. Really? Yeah. You can finish it.